先ほど私が声をかけた時も、ああして塞いだご様子で、あまりお話を伺えなかったのです。わかった。では私が。いい。俺が話す。おい、お前も例によってくたばるのを待っているやからか。そうは言うがな、お前たちの仲間に俺たちの星までたどり着いた奴がいたぞ。そいつはそこで子を返し、子は多くの眷属を成して今なお悠々と蒼天をかけている。そうだな。奴らは奪われたし、奪いもした。確かに、うちの星にもそんな道を選べる奴がいたら、俺は家族を失わずに済んだだろうよ。だがな、本当に平和を願ってる奴は、そんな風に何もかも諦めて、めそめそとくすぶっていたりしない。理想を持って、ぶつかって、傷ついて、それでも、武器より先に手を差し伸べようとする。そうしてこそ悲しみの連鎖を断ち切れると、俺を救った男が命を張って示していた。お前たちのやっていることは高潔でも何でもない、ふてくされたガキの負け惜しみだ。それっぽっちで譲れないものを背負って戦い抜いた俺とこいつを止められるものかよ。エスティニア、近寄るな。あんたの思い
なるほどな。こいつがこの場所を行き止まりにしていた思いか。行け、相棒。風が吹いてる。動き出したんだ。ここはもう行き止まりじゃない。作り変えたんだ。サンクレットがしてくれたように、彼が、エスティニアンが、アルフィノ。行こう、風の吹く方へ。私たちを必ず先へ導いてくれるはずだ。